こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ空き缶というキーワードで指してみた。こんなディズニーグッズやポケモンや USJ グッズで稼げるってびっくりですよ、というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、こちらの方ですね、ぜひ紹介させていただきます。はい、ですね、これ見た時にすごいびっくりしたのですね、まあ、今回はお菓子空き缶ちょっとキーワードでですね、リサーチしてみたんですけど、これですね、まあ、今回すべてで、まあ、こういった感じで、リサーチして、もうこれ空き缶なんですよね。この空き缶はですね、売れるんですよ、これ。で、まあ、いろいろこう見ていてびっくりしたんですけど、例えばこれポケモンですね。ちょっとクリックしてみるんですけど、はい。これポケモンのお菓子ですね、空き缶ですね。まあ、これ中古みたいなんですけど、結構いい値で売れてますよね、これ。そんなに綺麗じゃないんじゃないですか。こういった感じで。そうですね、まあ、他にもいろいろあるんですけど、まあ、定番はこうディズニーとかですよね。このディズニーのカンカンとか、これちょっと見てみますか。すごいいっぱいありますよね。まあ、こういった感じですよね。ディズニーで売られてるお菓子のカンカンで、これは中古ですね、目立った傷、汚れなしってありまして、こう。まあ、サビとか多少へこむサビ。で、これでも、こういった、いっぱい出していただくと結構高いなと思うんですよね。はい。なので、この、ディズニーとかね、他にあったんですよね。どこかな。あと USJ があったんですよね。あ、これミニオンとかね、これ、ちょっと見てますか。この楽観も売ってますよね。すごいですね、これ。これも結構2400円ですね。はい。なので、こういったね、まあ、ちょっと変わったっていうキャラクターのね、空き缶を、まあ、売っていただければね、結構いいので売れるんですよね。はい。まあ、ここもちょっと見ていきたいと思うんですけど、こういろいろありますよね。こうムーミンとかもそうですかね。コナン、そうですね。まあ、いろいろありますね。はい。なので、ぜひね、こういったキャラクターグッズの空き缶とかで、まあ、いらないものがありましたら、まあ、一つでもね、多分、儲かりますね、これは。なので、欲しい方いいかと思います。ぜひね、出品していただければ、ね、いいかと思います。ほとんどね、ただで、入れる、に、金稼ぐことできますので、ぜひね、試してみてください。はい。はい、チャンネル登録お願いします。あとですね、悩み質問等ありましたら、LINE 登録によろしくお願いします。今回の動画は以上となります。最後にご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。